この週末、千葉県の幕張メッセでは早速マスクを着用した上で大声での歓声を解禁したライブが行われました。あの前武道館も行ったんですけど、やっぱりあの声とか出せなく、それもあったので、今日声出し OK ってなったので、すごいそれも楽しみにしてます。もう素直に嬉しいです。待ってました。基本的に全員不織布マスクの上にこれをしていないと中に入れないようになっているので、そういう意味での安心感はもちろんあります。一方、不安を抱える観客も。人がやっぱ今日だと1万人以上多分来ると思うんで、まあ、その中であの皆さんの声を上げるっていうのはマスクはするんですけど、まあ、不安がゼロではないです。1年半ぶりにライブを開催したのは、女性メタルダンスユニットベビーメタル。アイドルとメタルの融合をテーマに結成され、日本だけではなくワールドツアーを行うなど、海外でも人気の高いアーティストです。満員の観客がおよそ3年ぶりに大合唱。2日間でおよそ3万人を動員しました。マスクはつけていますが、大声での声援が解禁になったライブはどうだったのでしょうか。すごい楽しかったです、はい、声出せるってやっぱいいですね、はい、もう最高でした本当に、はい、もう帰ってきたって感じがします。よかったです。めっちゃ叫びました。あとみんなで歌いました。 大合唱したし、みんなであいなてもボイボイやったし、楽しかったです。